命令切り返し仙人、難しいことはわかりませんが、強い子と弱い子、どこが違うの？それってもう強い子は構えを見ただけでわかるよね。1、まず弱い子は怖いから剣先が上を向いてるんだ。相手が撃ってくるのを受け止めようとして最初から剣先が上がってます。剣先は上じゃなくて怖いけど相手に向けた方が強くなれるんだよ。2、弱い子は足が普通に歩いちゃってるよね。みんな最初にすり足って習ったよね。強い子は前後左右どこへ行く時でも全部きっちりすり足で移動するよ。構えた時剣先を下げてすり足すればもっと先生に褒めてもらえるぜ。